箕島高校ホッケー部インターハイベスト8頑張るぞ。おーエール輝け和歌山の若きアスリートたち。はい、そしたらみんな順番にちょっとシュートを打って。今年のインターハイ予選は勝ち抜けという形で大阪府の高校と戦ったんですけど、最初に先制点を取れたことは大きかったと思います。最初はみんな緊張していてあまりいいプレーとかできなかったんですけど、先制点を取れたことによってチームの緊張とかがほぐれていいプレーができたと思います。1試合目はちょっとあんまり点も入らなくてちょっとギクサクした形になってしまったんですけど、2試合目には点も取ることができてチーム全体の雰囲気は悪くなかったと思います。今年のチームは去年もそうだったんですけど、一人一人が明るくて、お互いに切磋琢磨し合って練習に取り組んでるって感じのチームです。チームワークがなかったらやっぱりどんなに強い相手でも弱い相手でも勝てることはできないと思うので、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。やっぱりスタミナ体力面も含めたと思います。僕自身もこの前の大会で体力が持たなくて苦しい場面もあったので、インターハイまでには体力というものをつけて1時間走り続けるような体力をつけたいと思います。なんといってもやっぱスピーディーで速い試合展開だと思います。ドリブルで相手を抜く姿や速いボール回しなどはルールが知らない人が見てても面白いところだと思います。試合自体はしんどいんですけど、終わった後の達成感っていうのを味わえるのが一番ご経験だと思います。監督からはいつも練習は試合のように、試合は練習のようにという言葉をかけてもらっています。そのおかげで練習の時でも緊張感を持ってプレーすることができていると思います。とりあえずやっぱみんな緊張してるんで、落ち着いてゆっくり1点1点取っていこうということはいつも話しています。今年のチームはなかなか実践練習が思うようにできないチームでありました。理由としては新型コロナウイルス感染症の影響で、遠征が制限され、でやっと、総体の1週間前に、組めた遠征も、コロナウイルスの関係で、中止となって、不安を抱えたまま、県予選を迎えることになりました。しかしながら、公式戦の中で、選手たちに戦術であったりとか試合の進め方であったりとか、そういう指導と確認を繰り返してなんとか、インターハイの切符を勝ち取ることができました。やはりホッケーというのは打つこと、ボールをきちっと止めること、これがまず基本になりますので、球際の練習ですかね、そういうところを意識をして今のところは取り組んでいます。選手たちは、我々3年ぶり50回目の、インターハイ出場になるんですが、生徒たちにとっては初めての全国の舞台になります。今までお世話になった、全ての方々の感謝の気持ちを忘れずに、まずはインターハイ1勝を目指して頑張ってほしいと思っています。目標はインターハイベスト8です。新チームやってからずっとこの目標に掲げて頑張ってきたので、インターハイではこの目標を達成できるようチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。